はい、おはようございます、時刻は夜の9時を回ることとなりました。本日私め、来てるのはいつもはね、早朝からまあ晩方までに来るんでございますけれども、本日は夜の西成の愛林地区の方に来ました。なんで来たのかというと、最近ね、よくまあ僕の周りの YouTuber とかでも話題になってるんですけども、大阪の愛林地区といえばドヤ街、と言われまして、安い宿が泊まれることで有名でございます。だいたい一泊安いところで1000いくらで、最安値で言えば500円で泊まれるとこもあるんでございまして、それと同時に、まあ、だいたい2000円ぐらいあれば十分泊まれる部屋ばっかり、まあ、2000円あれば十分泊まれるんでございますけれども、本日、私めが泊まる場所はなんとね、最安値の最安値、500円を下回った一泊390円。やばないこれ、どんな部屋やねんと思って来ちゃったんでございますよ。あとね、まあ大体390円になればもうボロボロだろうっていうイメージなんでそれね、普通はね、もう大体ボロボロでもう来たねみたいなね、もう台風が来れば潰れるんじゃないかと思いような、言ってるかもしれませんけども、なんとここ、いやちょっと立派すぎん、390円やで、にわかに信じがたいね。でもそれでもね、やっぱ行ったメンバーがみんな全然終わったらメラちゃんも行けないよみたいなこと言ってくるんですよね。うん、俺はね、その謎の満ちた390円の部屋に今夜泊まりたいと思います。愛林労働センター、旧愛林労働センターから向かってまっすぐなんでございますね。よくはね、新今宮駅、JR の新今宮駅の、出口で、その当時にこんなホテルでございます。全然綺麗くないこれ、ありかこんな。女性もいてるしね、あすげえな、女性もいてる。あちょっと出口ね、なんと彼を出迎えしています。どうぞ。これがどうしたらいいですか。上の方のですね、固定ツイートの方ですね、こちらの画面についてお願いします。こんなにあんねん、これでついて、はい、どうですか。はい、結構です、ありがとうございます。そしたらお会計の方ですね、390円になります。はい、はい、ただいまエレベーター来ました。ここで僕の部屋は9901号室。聞いてる話と全然ちゃうやん。いやいや、和室もう全然でマシなんじゃないか。全然いいね。ちょっと待ってよ。ほんでこれを開けたら、ちょどうなんねん、これ開けたら、イエーイ。
アイリン労働センターでございます。いやまさかやな、ちょっと自分が思ったのとこういう景色を望みながら390円でございます。全然いいね、マジか。おということですね。これであとはね、今からちょっとこのホテルの全容を映していきたいと思います。こんな感じでね、だいたい狭い部屋なんかな。それとここが、洗面台、洗面台ここ何もない。共同のシャワー室、いやめっちゃ部屋、ここがトイレですね。全然綺麗くない、これトイレ、マジか、全然トイレ綺麗で、まあ大体ね、部屋は大体4畳ぐらいなんでしょうね。と同時にここ何、ここきれいやね。ちょっとこんな感じでございます。シャワー室きれいです。値段が、普通の価格、ちょっと寂しいね。まあ、これ西成とすればね、これ半額で行ってほしかったんですけども、やっぱりちょっと厳しいですね。これはちょっと普通の価格でございました。そして続きまして、コインランドリー。全然いいじゃないですか。素晴らしいと思います。無料のコーヒーなどがあります。素晴らしいね。で、お湯。で、アイスもありますね。で、電子レンジにホット。これがいいね。素晴らしい。素晴らしいです。私はほとんど寝てないんでございますけども、気になるお風呂を紹介したいと思います。どんなお風呂なんやろね、ということでいきたいと思います。めっちゃ良くない、これやっぱいいね。これ390円、風呂入るだけで十分いいんじゃないかと思うぐらい素晴らしいお風呂でありました。ということで、ありえない390円のホテルでございました。それではチェックアウトしたいと思います。はい、チェックアウトしたいと思います。すんなりくんか、ありがとうございました。 OK ですか、ありがとうございます。チェックアウトすんなりきましたね。いやー、よかったっすよ。全然いいんじゃないですか、これ。ホテル。これ素晴らしいね。今日払った金額が、
ツイッターでリツイートしたら390円、サンキューという意味で390円だと思うんですけれども、全然素晴らしかったね。その同時にまあ、ただ単に泊まるだけじゃなくて、お風呂で、洗面所、トイレ、それ気になるんですけれども、まあ、どんなとこでも、あの値段であれば、文句言えないけれども、クオリティとすれば全然すごかったんじゃないですかね。で、普段の値段はいくらなのかってことなんですけども、今回はね、キャンペーンも含めた上で、ツイッターでリツイートすれば、この値段ということでした。で、リツイートする上で、フォロワーが何人と決められてないので、まあそこはね、もうツイッター作って、入ってもらっても全然構わないんじゃないんですかね。ただそれ以上にやっぱこれをね、広めていただけたらすごくいいかなとは思います。うん。なんせ最近、まあ良くも悪くも、まあ悪くないか、まあ動画を見てね、皆さんも僕西成行きたいですよ、遊びに行きたいですよということめっちゃ言ってて、本当になんていうか、僕としても、最高の街なんですね。で、最高の街で安く泊まれるってなれば、全然もうこれね、コロナ明けたら、GoTo がまだ復活してもガンガン来てほしいなと思うところでございます。ただ、マナーだけ絶対守ってね、この街独特のルールってのがあって、なんかこの間その、話題にもなったけども、いきなりカメラ向けるの当たり前なしでね、そこら辺とかは、マナー守ってほしいなと思います。動物じゃないからな、お前。抜けんなよ、お前、いきなり、お前。もう、たまにあんの、三角公園でね、もう、まあ、これしょっちゅう言ってるけども、カメラ持って、西成を撮影すれば、再生回数いけると思ってる、やからが、まあ、結構多くて、いきなりね、こう、カメラ持ってきて、うえーすみたいな、これ何回も言いますけども、こんにちはみたいなね、こう、で、撮影して、許可も得ずにね、で、おっちゃんインタビューして、仲間強引に。で、なんか、その上に、汚ねえなとか、まずいなとか、散々ボロカス言って、最後の締めとして、人情の町や、みたいなね、言う人がいてるんです。俺絶対ちょっと許されへんのでね、それだけはちょっとやめてほしいなと思います。あともう一つ僕として、昨日、早朝こそ散歩しました。夜中か。した時に何人も声かけられたんですね。もう偉さん偉さん。でも、そこに行き着くまでに、相当な時間、と労力がかかりました。自分の中で言うのもないけども、なんかこう正直今自分が入っていくときにやっぱ一番下の先生からも入っていったし、やっぱこう、たくさんなんかね、一瞬酒飲んだり、そういうこともやったりとかしてね、特に喧嘩することもありました。でもこういう人間関係作ってこれたので、そこは理解してほしいなと思います。最後になりましたけども、素晴らしい、390円ホテルでございました。今日褒めてもらす。おっす。